熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンが開幕し、昨シーズン以上に J1 昇格への期待と注目を集めるチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。7月9日、ロアッソ熊本はアウェーでグランブリッツ秋田との試合に挑みました。前半7分、竹本の豪快なミドルシュートで先制。しかし、試合終了間際に点を取られてしまい、1対1で引き分けとなりました。次の試合は今日の大分トリニータ戦です。スタジアムでロアッソを応援しましょう。7月11日、明治安田ビレッジのオープニングセレモニーが行われました。明治安田ビレッジは地元の人が元気になる空間をコンセプトに立ち上げられ、文化とスポーツの発信を中心に地域の活性化に貢献する取り組みです。 J リーグとの共同イベントは7月23日まで開催されます。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。トークするのは前回に続きこちらの3人。フォワードの俊田選手はここぞという場面でゴールを決めるストライカー。ディフェンダーの阿部選手は攻守ともに存在感のある選手です。ミッドフィルダーの豊田選手はルーキーながら活躍しています。俊田選手と阿部選手は加入2年目の選手、そして豊田選手は大卒ルーキーとして今シーズンからチームに加入しています。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。ワンピースのやつとかさ、はいはい、全部回ったりしたんじゃない？そうなんですよね。なんか最初はなんかコツコツやってたんですよね。ルフィ行って、うん、じゃあちょっと 2,3 週間後にゾロ行ってみたいな。オフが1個あった時に、うん、もうこの日で全部行こうっていうのを決めて、うん、朝から夜まで7個ぐらい全部制覇したんです。1人で遠いやろ。でもで家にもずっと閉じこもってるタイプ。ずっと、うん、1日出らん日もあるね。全然、何してるんですか？とりあえず昼まで寝る寝るの大好きだ。そっからオフのスタートって感じ。テレビもうなくして、うん、もうプロジェクターにして、あ、それで映画めっちゃ見てる。立つと買い物行くことはまあ多い。なんかよくコストコ行っとるよね。 あれね、立つメンバーカード持ってないよ、うん、で俺持ってるからちょっと行こうで、俺も別にすることないから、あ、じゃあ行くかみたいなね。立つだけめっちゃ買って俺もちょこっとみたいな。今シーズン初スタメンの清水戦で試合前めちゃくちゃ緊張してた。ただマイペースじゃん、うん、だからもういつも通りの。そんな緊張してたとは。バカ緊張してためっちゃなんか不安やったもん。まあ、今パッて思いついたのは大宮戦 でまだちょっと1点しか取りたいんだけど、でもそのやっぱ1点が大宮で取ったゴールだから、うん、プレーでなんか内容良くてもゴール取れなかったらやっぱ良くなくて、でダメでもなんかゴール取れたりしたらやっぱ今日は良かったってなるから、でそういう意味でやっぱ大宮戦はゴール取れて喜べたっていうのは印象にある、ね。相手どこでしたっけ？
っていうぐらいの感じなんですよ。でもまあプレーは覚えてて、自分のプレーとかやっとピッチ立てたなっていう思いがすごい強かったですね。ですごい楽しいなって思いました。あんま覚えてなかった。あんま覚えてなかった。結構大事な試合じゃん。デビューやね。一番大事やね。覚えてるよね。デビュー。デビュー。覚えとるよ。何戦ですか。覚えてる。ダメじゃん。話が盛り上がったので、次回はトークの延長戦をお送りします。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回挑戦してくれるのは白山水前寺スポーツ少年団です。白山小学校で活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック。持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。田代幸喜です。全部決めれるように頑張ります。なんとここまでノーミスの4連続成功。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。この後も2本連続で外してしまい後がなくなりました。どうなるのでしょうか。惜しくも外してしまい、ここでチャレンジ終了ということで、記録は4つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。明治安田生命 J2 リーグ第26節大分トリニータとの試合が今日の午後7時から、第27節ファジアーノ岡山との試合が7月24日月曜日午後7時から、それぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。今日の試合では移動水族館を開催します。参加費は無料です。ぜひお越しください。7月24日ファジアーノ岡山との試合では500円のスタグル券がついたお得なマンデーナイトチケットを試合当日販売します。そして混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関またはパーク&バスライドをご利用ください。こちらは事前に予約が必要です。また JR 熊本駅と光の森駅からシャトルバスの運行もあります。 JR 熊本駅からのシャトルバスのご利用には事前予約が必要です。パーク&バスライドとシャトルバスには利用特典もあります。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。相原選手の宿題はまだまだ募集中です。皆さん挑戦してくださいね。みんなもやってみてね。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引換券 A 席ミックスをプレゼント。宿題の投稿期間は7月19日までです。ぜひ投稿してくださいね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。
ここで番組サポーターのアウトソーシングテクノロジーから視聴者プレゼントのお知らせです。希望する選手のサイン入り T シャツを抽選で3人の方にプレゼントします。詳しくは番組公式ツイッターで。次回の放送は7月22日土曜日の午前11時5分からです。お見逃しなく。熊本のサッカーの未来のために、行こう熊本。